えー、もしひろゆきさんが脅迫性障害になったとしたら、どうやって寛解まで持ってきますか全く人に会わないでゴロゴロして暮らすので、多分寛解になっちゃうんじゃないですかね。誰にも会わないし、自分の好きなものしか見ないみたいな。他の人に会ったりして、その自分の思い通りにならない環境とかで不安が出たりすると、不安レベルが上がって、心の病悪化みたいになると思うんですけど、寛解ですね。あの、要はその、 癌とかあって完全に治るとととといいううののののはなななくくて今のところその症状が出なくなりましたよねというのを感慨と言ってう完全に治ったわけじゃないんだけど、もう症状が悪化したりとか出てきたりっていうのがないよねっていう状態を言ったりします。なのであの、タバコ中毒の人って、そのタバコに対する中毒で、好きやればタバコを吸いたいってなるわけじゃないですか。タバコをやめましたって言ってる人って、タバコ中毒が治ったわけじゃなくて、タバコ吸わなくても大丈夫な状態になってるんだけど、一び吸い始めるとまた吸い始めちゃうみたいなのがあって、その完全に中毒が治った わけじゃなくて、あくまで中毒の症状がなくなったっていう状態を感慨と言ったりします。はいえ、3度の飯より山を走ることが好きなのですが、えー、ヘルニアで思うように動けません。病院で消費してもらってる神経痛の薬を1年くらい飲んでますが、完治には至りません。ひろきちゃん、助けてください。無理です。ヘルニアは治りません。なので、もうごまかしごまかし行くしかないんですよね。 ただ、あの、知り合いの人がやってたんですけど、結構その背筋をつけたりとか筋肉をつけることで、その背骨の負担を減らして、こういう動きをすると負担になるけど、別の動きでカバーするみたいな形で、結構その特定の部位にかかる負担を減らすみたいなのは訓練である程度はなんとかなるらしいので、上半身だったりとか下半身だったりの筋肉をつけることで、そのヘルニアの半分に負担がかからないような体の構造を作るっていうのをやった方がいいんじゃないかなと思います。手術で治る場合もあります。 軽度のやつの場合は手術になるんですけど、あの、基本的にはもう治らないものは本当に治らないので、もしその病院行ったことないのであれば、治るタイプなのかどうか確認した方がいいかもしれないですけど。